どうもショータイムゴルフです。後半1番プレーが遅いからさ、10番361左目ですね。テル君の1番プレー遅いからね、最初に打ちたいんだって。しょうがないよ、ボギーだけど打たしてあげよう、先輩だから。伊藤君オーナー多いから機嫌がいいです。チャーゲンスだよ、ね。おー、ナイスショー、めっちゃいい球、綺麗なフェード。今タイミング良かったね、スイングの左フェアウェイ、左フェアウェイ、ナイス、ナイス。伊藤くんのティーショット、フェード、わかんない、どっちだ。大きくフェードしていきました。わかりません。大丈夫かな、右のあのこういうところ。ダメです、あんま行ってない。ロケーション的にはちょっとやっぱこうアウトサイドから振りたくなるロケーションですよね。フェアウェイに対してこうティーグラウンドが右側にあって左の景色が狭いですよね。しっかりインサイドから入れてきた。うん、おー、キックしてフェアウェイ、オッケー。いいローボールだね、あの逃げ方はいいと思う。ナイス、うん、ちょい球じゃん、いい球、暫定だけど。ナイス、ナイス。あれはクラブのおかげですね。普通のクラブだったらチーピンしてますね。長いからあれだけ手を返してもフェースがローテーションしづらい。25ヤード9番アイアン、アゲンストですね、打ち上げで。右かな、はい、ナイスです。ちょいデカですかね。131ヤード48度、はい、木越え、ちょっと左かな、はい、カラーぐらい、116、50度。うま、ちょっと手前、バックスピンしてる。めっちゃ戻ってきた、残念。はい、ドクン3打目、58度で。ナイス、オッケーくれあれはオッケーあげれないですね。スライス、上りスライス、ちょっと遠いからカップ見えないね。はい、おい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 、ショートもいいとこや。あー、てるくん発言した、カップよく動く、カップが動く、セカンドでもカップが動いたって。小生ゴルフあるある、曇りの日はカップ動きがち。なんか竹内てるきワールドなんか言ってますけど、てるくん距離感だよ、大事なの、うん、大事なの距離感だよ。後半ね、後半の課題。惜しい、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスパー。少年上りスライス、パーパット、え、切れない、ナイスボギー。スライスするんだ、スライス系ね、うん、ライス、ナイス、結構入るわ。いただきます、いいね、ナイスパ、長尺さすが、長尺いいね。これで長尺使う人増えるんじゃない。あ、使ってみればみんな皆さん使ってみてください。クラブ全体のスイングの流れを考えた時に俺は短尺はやめたから、絶対に短尺だと俺パンって打っちゃうから。だから手首こうピュッて返ったりとか、いろいろいろんなことが、あ、どうぞどうぞ、運転いいですよ。
短尺だとね、短尺だとね、入ってね、長尺だとしっかり体をこう、うん、スイングで体を動かすイメージがあるのに、短尺体動かないから俺、うんうん、だから長尺だとこう肩と体でこうしっかり動かせるから、俺はそれで全体のイメージが良くなってるつもり。皆さん今だけですこういうこと言ってもシーズンの半ばぐらいになるとやっぱ短いのがいいんだよなって言い始めますからね毎年座って短いのを持ってやっぱ、うん、そうですね、毎年短いのを持ってそれで QT 落っこって帰ってきて、スポンサーにもテルキ君にも親父にもなんで長尺で行かなかったんだって言われて、すいませんでしたって言ってるよ毎年。もう3年やってるぞ。今年は、あ、来年はね、来年はもう長尺で行くわ。長尺で、うんうん、これ聞いたねみんなね、うん、長尺で行ってなかったら攻めていいですよ僕のこと。はい、バッテリー交換しました。2時間7分撮れます。無駄な動画がたくさん撮れる。はい、無駄な動画がいっぱい撮れます。ねえ、てるきくんじゃないんだけどさ、ちゃっかりさっきから。まあいいや、先輩だから許すよ、先輩だからさ。378ヤードパー4。ナイス、ナイスフェアウェイ、いいとこ。もうあんま高くなったでしょ。うん、まあまあ整えた。はい、小生、もう小生ね、右の奥のあの赤い木あんじゃん、ちっちゃい、 あっち打って平気俺ら。素晴らしい、いい球、めっちゃいいスイングしたな。ナイス、フェアウェイいいとこ、最高だね。うん、若干あの肩の上で飛ぶね、ちょっとだ、大丈夫。フェードさせるつもりだったのに。てっくん、テンフィーガーグリップどうやって握るんですか。こう、テンフィーガーってベースボールだよ。ベースボール、ベースボール、本当に左の親指もこうやってやってるやつやるって。でもさ、俺絶対アプローチできないんですよ。でも、右手はもう指引っ掛けてるだけ。へー、右手握ってない。あ、こういう感じね。そうそうそう、右手は下3本握ってるだけ。まあたまにはさ、こういうちょっと真面目なプロゴルファーの会話もいいんじゃない。そうそうそう、ちょっとグリップ聞きたいんだよ。やっぱこういう感じで、うんうん、こう握ってるだけ。横から打つんでしょ、ちょっとイメージ。上から入れないでしょ、こう横から入れんじゃないの、右手。いや、普通にこうって。だって時松くんはもうこうやって横からこういうイメージらしいよ。ケン君はこうやって握ってるよね、うん、でも俺これだと手が下になりすぎるし、脇がから締めて、指かけて、まあ人差し指の付け根ちょっと当ててるだけ。それで押してんの。あー、そういうことね、手のひらで押す感じなの。ちょっとこれ伝わるかわからないけど、最近結構ね、結構流行りだよね。流行りだからね。丸山さんは左手のここを意識したまま。丸山茂樹さん、さんね、って言ってた。へー、特にいろんなプロの情報を知り尽くしてるので。知り尽くしてるっていうか、知り尽くしてるというか、プロの人たちに可愛がってもらえる性格なんだよ。うるさいなお前って言われる。テイ君134ヤード何番ですか。8番やん。ちょっと上げてるね。うん、当たるかな。当たんねえべ。当たんなくないっすか。当たんねえべ。この何言ってんの。この木ですよね。うん、いや当たんないでしょ。もうだからその時点で球のさ、球筋がさ低いよね。8番でしょ、だって。そうだね。全然平気だよね、うん、だ結構手前だもんね。結構手前だよあれ。全然平気じゃん。全然平気だけどちょっと捕まっちゃったね。あ、当たった。当たった。あれ当たってどこ行った。あ、左。左バンカー手前。バンカー手前。当たんだね。どこ行ってんじゃないかな。当たんねえと思ったんだよ。前らが間違ってんだぞ。有言実行しちゃったよ。124ヤード。48で上げてます。ちょっと木があるんで前からで失礼。はい。センターから多めで。あ、ダフった。ダフった。入って乗っただけやん。うわ、超ロングパット。しかも上り。ロングパーツ。ああ、フェンス開いちゃったよ。伊藤くんピンチ。今の伊藤くんの反省。ピン
本当は本当はどっから入れなきゃいけないの？本当はね、うん、本当はね、何回目指せんだよ。お前ね、ここからこうしっかりこうして、あーなるほど ね、インサイドからね、押すようなイメージね。これはアウトからね、それ俺だね。最悪、うん、ね、調整でフェースが開いた感じ。はい、井川くん120ヤード。フィンがね、あの木にちょっとかかるんだよね、ラインが。ピッチングでかくねえの？できるかね。うん、俺の乗ったとこだしね。でかいよ。ほらね、言った。俺の言うこと聞けし。What's? What's じゃないよ。なんで？ What the heck are you doing? 開けてるよね。会話の天才かもしれない、ね。会話ね。伝えるね。会話ね。で、そうそうそう、ナンパのね、あとね。ナンパできない、俺。女の子もね。ナンパ苦手。あ、そうなの？超苦手だよ、俺。あんなに女の子寄ってくるのに。ナンパ苦手。違うんだよ。付き合った女の子が俺からに、なんか離れられなくなるだけで。ちょっとね、理解できない、ね、理解に苦しむ。みんなね、みんなそうやって言う、みんなそうやって言うけど、みんなそうやって言うけど、一回付き合ってしまうとみんな別れたがらないっていうだけで。なるほどね。はい、何ヤード？45？ 45。ちょっとふわっとした球でいったらいいんじゃない？グリーンキャリーさせてもいいんじゃない？ちょっとふわっとした球がいいでしょ。まんない。中段道ふわっとで柔らかい球で、上から重力使った球でいいの。それか、まあ、手前から駆け上がらしてもいいけど、止まっちゃうよ。まあライ的にはね。でもさ、ウェッティだよ。うん、52だね。52あるよ。貸しとくか。まあプロの技を見せてください。皆さん、これが竹内輝樹のプレーです。ゆっくり考える。でも夜からいいよね。あー、残念。3ヤードか。あと3ヤードだね。まあいい感じで入ったのに。まあまあだったね。でも助言、はい、小生3打目。何？助言通り。僕の助言通りに、はい、2サイドから打ってる。うん、じゃあ後ろから見せてあげよう。あ、今うまい。いいじゃん。頑張れ、頑張って。今入り方は悪くなかったよ。うん、今のまあまあ。でもフェンスがちょっとシャッと。うん、テイクの4打目。ナイス、バーディーパット。上りちょっと段越えて結構フックしそうです。あ、フックしないの。あー、でもそっからナイスタッチ。切れなかった。うん、いい方向出たように見えたけど。今日の俺なら OK だろこれ。ショートも短いパターじゃないんだから。短いパターだったら外すね、間違いなく。ちょっとだって結構フックするじゃん。結構フックするよ。ワンカップぐらいフックで。ワンカップフック。うーん、ナイス。結構切れた。自画自賛だよ。自画自賛しろ。うまい。いいな、もう。長尺ね、いいのはあのぐらいのパッドでカップ見えるとさ、気持ち悪くて手動かないじゃん、短いの。長尺の打ち方は違うんだって。長尺は、これがさ、スッとヘッドが出ても、うん、ヘッドが出たところにヘッド、球が行くからさ。貸して。長尺、そうやって打っちゃダメなんだよ。長尺は、うん、そこカップよ、そうだから、ね、ほらね、出た出た、竹内輝樹ワールド。出た竹内輝樹ワールド。竹内輝樹ワールド。青木さんと一緒だね。一番まっすぐ確実に転がるよ、うん、って言ってるけど、ショートパット絶対外さない。あのね、この人はね、ティーショットイップスにはなったことあっても、うん、パターイップスになったことない人だから、うん、パターが入らない人の気持ちが全くわからないんだよ。パター悩んでる。パター悩んでるけど、うん、イップスにはなってない。手が動かないとか。わかる、わかるでしょ。俺はイップスわかるでしょ、お前は。だから身の上でパター買っちゃうんだよ、ね。そう、わかるよ。俺もパター死ぬほど持ってるもん。
イップスになるとパターめっちゃ買いたくなるの。そう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 、パターのせいにしたくなるの、ちょっとね。そうなんだ、そうなの、ほんとなんだから。視覚的に俺ずっといるじゃんだけど、そう、あのたまにああいうピン型とかは見ると、うん、顔がいいなって思っちゃう。そう、そうだよね、あるある、ある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 、動かし、動かしやすくなるんだけど、 それがね、ワンラウンドかツーラウンドでダメなんだ。ダメになっちゃう、うん、だから結局あのパターに戻っちゃう。だからなんかね、気持ち悪いっていうか、本当に動かしたくても動かないんだよね。そうそう、何なんだろうね、あれ。あれは分かんない、もう急に来るからね。そう、どう打ったって入るイメージはゼロなの。そうそう、イメージというか、もうまず動かすことがどうやって動かしたらいいのか分かんなくなるの。分かんないでしょ、てるきくん、その気持ち。12番のロング592ヤード。まあ長いね、このロング。ちょっと打ち下ろしだね。そうそう。てなわけで行きましょう。タバコ吸ってる場合じゃないですよ。どうなんですか、タバコ吸いながら。非常にマナー悪いです。良くないですよ、ね。このロケーションでそこにティー刺すんだ。ティー刺す場所ってやっぱテイ君考えますけど。結構考えるよね。やっぱね、コース見て、うん、印象的にやっぱりコースに対しては左から打ちたい。うんうんうん、右に構えると結構ちょっと左気になりそう。うん、完璧完璧、まあ、大体この方向ぐらいですね。たまには板打たないとね。だって俺小5だもん。今年一つまんないギャグを聞きました。勝谷さんの血を引いてるから今年一つまらなかった。いいじゃん、みんなわからないからね、下の名前知らないから。伊藤翔吾って言いますんでね、よろしくお願いします。ちなみに俺と翔星と翔星さん揃うとトリプルエースなんで。ナイス、ちょっと右。でもあれが、あれを嫌がっちゃダメだよ翔星、あれでいいんだよ。嫌じゃないよ、調子いいしね。ドライバー調子いい日ってのは怖いんだよね、ちょっとね。原因がわからないけど、そう、なおのことね、納得してるのあれじゃないからね。なんかバンカーっぽい。バンカー？うん、右の。あ、こっち？翔星、さすがにお疲れだね。だってもう今何時だ？10時ぐらい。全然10時だから。まだ10時です。起きて半日経ってるんで。うん。今日珍しくスルーで行けたからね。そうだね。もう終わったら俺も3時間しか寝てない。まあ、ちなみに俺も1時に寝て3時45分に起きたから。まあ、車で爆睡したよ。俺車で爆睡。てるきくんの車で爆睡してた。俺今日やばかった。まあ俺もほぼ寝てたの。寝ながら運転する神だから。それはやばい。気づいたら2車線左にだもん。途中で。それはやばいっす。あれっつって俺右側走ってたよな。なんで一番左走ってんだろう。この人いつか死ぬね。それはやばい。いつか死ぬ。それはやばい。良さ。でも本当良くないよ。本当は2時間で来るはずなんだけど、3時間ぐらい経つ。どこにいたの今日？熱海にいたよ。熱海から来たの。竹内と言った。コブ竹内てる気らしいよ。褒めてあげてください皆さん。ショートさん、ウォーってあの音入れて、ウォーパチ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 って音。で結構伸びたのな。そうっすね。まあいいじゃん。伸びてるから。キャリー240ぐらいだった。らしいよ。ティーアップ効果。ティーアップ効果高いね。笑いすぎだお前。お前笑いすぎや。ティーアップって普通じゃん。距離アップの方法なんですか。ティーアップとか言われてるさ。ね、他の人何にも参考になる、ね、そう、何も参考にもならないよね。そうそう、だからやっぱ竹内てるきワールドに入りたい方は竹内てるき教に、うん、あの信者として入居してください。まずキーをバックから全部、うん、全部まず抜いて捨てろって言ってたからね、ちょっと前までね。ほんとね、ちょっと理解苦しむね。まだ前の組いるんでちょっとさよなら。はい、某 K プロの、はい、某 K プロの B ツアー一緒してる人たちでも特定可能だよ、もう別だ。俺らが行ったとこなんだよね、あれね。そう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 、そう、俺らね、年末になるとあそこで試合があったんだよ。そうね、そうそうそう、 IJGT のね、 IJGT って TPC、 そう、あ、違う違う、あ、RBC ヘリテージって、あそこね、そう、ゴルフ、あれ、そう、学校からどうだろう、車で10分ぐらいか。そうそう、同じ島の中のやるゴルフ場なんですけど、すごい綺麗でね。そう、はい、OKです。狭いんだよ、あそこ。そう、狭い。海すぐそこだし。そう。海っつっても川みたいな海だけどね。まあね。でも、カートの上ぐらいですか、ね。
はい、距離300ヤードぐらいですね。ちょっと右に出た、このラインに飛んでった。ちょっと見えないけど、バンカーっぽい。裏が何ヤード？うん、317。まあちょっとバンカー右にあるんで、バンカーね。そう、おー、いい球打つじゃん。ナイス。バンカー手前かな。くんさ、毎回さ、打った後ピースしてるのにさ、小生のカメラワークの下手さ加減でピースが入ってない、ね、ズームするので精一杯なんだよ。打った後にピースするので、え、そりゃ超上げてるけど大丈夫、小生300切ってるぐらいですかね、ギリギリ。クリック、いい球。小生スプーン入れてないからクリックね。どこ行った？あのバンカー越えたぐらい。あ、右の、そう、こっちだったらしい。ごめんなさい、また怒られる、また怒られるよ。カメラワークって難しいね。難しい、やっぱ翔太さんいないとカメラワーク難しいよね。ちょっと今回の動画すげえ不安だった。まあでもさ、いろんな多分普段聞けない話、翔太さんこういう間の動画あんま撮らないからね。そうカットされないことを祈ろう。そうだね、今回でもすごい真面目な、真面目な話してる。そう、話もしてるし、グリップの話もしてるし、多分ちょっとね、たまにはプロゴルファーだけのラウンドをね。そう翔太さんさ、意外に疎いんだよね、そういうのね。まあ、結構ね、パワーでね、パワーでね。あ、でもしょこたん最近興味持ち始めて、クラブにグリップ交換の動画とか上げてるよ。ああ、上げてる、うん、ああ確かに。だからグリップ交換教えてあげたの。どこ教えたの？うん、でやってみたらって言った。だからまあいずれ僕の工房も出してくれるんじゃないかと期待してますけど。伊藤君工房やってるんですよね。そう、自分でね、自分とかテレキ君とか本当にいつもお世話。あの工房のね、資材揃えるのに250万もかかった。高かったんだよあれ。150万はただ笑って高かったんだよとか言えるぐらいのお金持ちですけど、高かったの。ちょっと意味わかんないです。まあいつかあのみんなでこの動画の後の鍋パーティーみたいな動画もあったらいいかなとは思いますけど、うちで ね、 そうね、友達がいればね、うん、ね、俺友達少ないからな。しょうがないよな。いないんだよな。俺は言ってあげるけど、翔星優しいから。翔星優しいからね。俺らアメリカの時ね、4人だったんだよ。あ、5人か、俺も入れたら5人同級生がいるのに、俺だけ仲良し4人組ってラインに入ってないんだよね。仲良しない、残念だね。まあでもこんなこと言いながら年に1回ぐらいみんな集まってくれるんだよね。それに最近俺誘われるようになったの。ちょっと嬉しい。まあ正直な率直な気持ち。うん、でも5人ってさ、まあちょ、中途半端だからね。中途半端だから、そう、しょうがないんだよ。中途半端だから。俺らの同級生すごいよね、みんなね。俺らこんな日本で頑張ってるけどさ、みんなハワイの大学に2人行ってて、5人行って3人アメリカの大学に行ってるから。そう、2人はハワイにいるね。でゴルフは入ってね。そう、頑張ってるよね。俺らはちょっと俺ですよ。俺らはゴルフやるしかないから。勉強できないから。そう、勉強センスない。ショーツさんもね、アメリカの大学出身だしね。頑張ってたよね。すごい強いね、アメリカの大学だったもんね。そう、なんだっけ、JMU メディソンユニバーシティ。そう、紫色だよね。かっこいいんだよ、アメリカの大学って。すごいんですよね、試合とかも。コースを大学が持ってたりとかして、冬の練習設備がすごい、ね、すごいすごい。室内とかもうプロ、日本のプロよりもすごいと思う。だからメジャーリーグみたいなもんですよ ね、 ね、室内練習場とかちゃんとあってね。アメリカのゴルフ環境ってすごかったですね。はい、何ヤードですか？115。ピッチング、ちょっと上げてるね。ずっとアゲンストだね、今日。ちょっとフライヤー、ナイス。もうピンハイキャリーぐらいかな、ちょっと奥め。ナイス、ナイス、ナイスです。先輩ナイスです。56度、はい、90ヤードピンまで。ピンは左ちょっと奥めかな。
惜しいね。あれでもっと右に突っついたらよかったね。そうで、だから多分構えてる時にショットの時はちょっと足もう気持ち開いてもいいよ、オープンで。そう、オープンっていうか左、単純に左に向けばいい、左に向けばいい、単純に。そうで右に押せばいい。そう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 、まあ、今のうちでやりすぎ、やりすぎだけど、大げさだったけど、でもイメージそんな感じ。右向いてるもんね。うん、右向いて捕まえに行っちゃうから、それは外から入る。うん、肩の入りもやっぱ右向いて左見るからさ、こっちに入れたくなくなっちゃうじゃん。こっち入れたらもうすごい右行きそうな感じするから、確かに確かに浅く入って結果手が前、ね、だから返そうとしてももう間に合わなくて右にこう弱いところ抜けてる。だから3度とかの距離感難しいんで、ちょっと3段目58度、85ヤードぐらいですかね。風は今止んでます。よう戻る、よう戻るウェッジだな、ウェッジだな。あ、投げたな。溝がやっぱりあれなんかな。違う、練習しねえから溝が生きてんだよ。練習しねえから溝が生きてんだよ。小生も同じだからね、サンド全く一緒だから俺と。戻りません。ひどくない、てるきくん。正当な扱いだと思う。いや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 、俺今めっちゃ面白いことしてたのに取ってねえし。はい、全然面白くない。上りフック、バーディーパット。フックだろ、どう見たって。2カップちょっとフックだよ。30センチいかないぐらい。ほら、フックじゃん。ナイスタッチ。オッケーじゃないの。ナイスパー。1カップちょっとフック。出るかな。10メートルぐらいの上りのバーディーパット。ちょっと逆目なんだね。届かなかったんだよ俺が。チーンって感じだね。チーンだね。フックしなかったね。いいよ、俺のパーパット入れてねえし。取れよ。だから取ってなかったって言ったじゃん。伊藤君今パーでした。はい、テイクのバーディーパット、下りのフックかな。わーおわーお、今日やばいね、てるてる。あれ、後半の課題が、後半の課題が。さあ、てるくんの、パーパット。パーパット。まっすぐ。ナイス。ナイスパー。スライスしたい。はい、マイナンバーは。マイナンバーは。マイナンバー何だったかな。マイナンバー忘れた。俺のちなみにパスワードはいつだから。なぜかっていうと、何のパスワード、それは聞かないでください。何のパスワード、何のパスワード、何のパスワードかは言えないけど、預金残高は、預金残高は、預金残高は、いや、ないです。俺の預金残高聞く、うん、俺、預金とかあの貯金とかできない人だから、うん、預金残高874円。暗証番号、暗証番号は、暗証番号、うん、聞く、うん、870円取りに行きます。あ、何それ、ヒント、え、ヒント、何、いや、なんかうるせえよお前、俺の意地が多いんだよ。最近いいことあったんだよね。ね、ノーコメント。こいつは最低な男っすね。本当ですよ。コロ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 変えて、この動画いい動画なんで、いいと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。また。